あるものは自分の願いを叶えるために、あるものは単純に好奇心から、最強のヒーローの座をめぐる100年ぶりの戦いに、おとぎ話の主人公たちが集結したのでした。敵のタワーを破壊するぜ。俺を呼び出してくれ。成敗してやるぜ。行くぜ。よし、壊したら上出来だぜ。次は中央のメインタワーだ。援軍を頼む。行くぜ。負けすな。ゴールだ。月は俺たちに向いてるみたいだな。見た目は結構イケてるね。あたしは赤ずきん、よろしく。複数の敵なら私の出番。私登場。それ。うん。えい。倒したよ。やったね。ちょっとやばそう。こういう時にはあの技が役に立つよ。形勢加速。君のおかげ。気を引き締めていこう。任せとけ。それ。このままじゃ危ないな。俺を呼び出してくれ。尋常に勝負。ここは一つ大技で切り抜けるとするか。見せてやるぜ。犬、猿、キジ、行くぜ。おう、反応思考弾。うまくいったな。あんたのおかげだぜ。やった。うまいうまい。次はメインタワーだよ。援軍お願い。それゴールだ。いくぜ。負けすな。俺たちの勝ちだなあ大将。ヨガ裸だと？奇妙なことを申す者がおるな。うん。
鍛錬に鍛錬を重ねるのだ。俺がついてる。ドーンと構えてろ。今回もサクッと勝っちゃおう。体力のないそなたが前線、まずは余が出撃しようではないか。王の勇姿を見よ。余の背後に赤ずきんを呼び出してみよう。あたし登場。それ両を盾にして存分に攻撃することができよう。ふん、うん、それ見事やり寄せたの。余は満足ぞ。王の勇姿を見よ。上出来よ。メインタワーも落とすぞ。ふん、皆の者、余に続き。ふん、ふん、ふん、ふん。月は俺たちに向いてるみたいだな。ここまでにいたしましょう。それにしてもお見事でしたわ。ワンダフル、初めての模擬戦でこんなに素晴らしい指揮をするなんて、あなたには軍師の才能があるに違いありません。トロイのオデュッセウスや食感の諸葛孔明にも並ぶあなたの名采配、後世に伝えるためにぜひお名前を教えてくださいませ。名前書きましたわね。あなたの意思で。さあ契約しましたから、あなたはこれで私の仕事も楽になりますわ。あなたにはいろいろとお手伝いをしてもらいます。まずはこちらのヒーローのサポートをお願いしますわね。私はカーレン。君、なんか雰囲気いいね。では、あの無法者たちの世話、くれぐれもお願いしますわね。さーて、私は空いた時間で散らかり放題の店内。かけたのに、どうしてもうホコリっぽいんですか？世の出番だな。
余自らが陣頭に立とうぞ。普通にやってもね、逆を行かないと。髪型も服装も生き方もね。